新生キンプリ5人が見たい箱しファンネズよくもウタコンで見せた新魅力。兄弟感マシマシ。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。6月13日生放送の音楽番組ウタコン NHK ニキー、NG ・ G ヌ・ジアンドスが出演。 二人体制になってから初の楽曲、何者を生パフォーマンスで披露した。キンプリは5月22日に平野市を26、岸優太27、神宮寺勇太25の3人が脱退し、ジャニーズ事務所からも退場、岸の宮城退場。現在は高橋海人24と長瀬恋24の二人ユニットとして活動している。 メンバーでは特に脱退した平野さんが圧倒的な人気を誇っていたことまた金プリはグループ全体の空気感が好きで応援する箱子のファンが多かったことから現体制に馴染めないファンが多いんです。連会高橋と長瀬に非はないけど、しばらくロスで追うのが辛いという人も珍しくありません。女性編集者。今回の歌コンについても、 1> ここ一年金プリのみんなが出てる TV とかは全部予約してたし忘れることなかったけど今日初めて歌コン予約してなかった。たくさん歌番組出るなから、と思ってたけどね。 自分の中の興味がね、やっぱり箱水石だったということを再認識。連回二人の金プリは王道アイドルに戻っちゃうんだろうか。事務所の意向が強いんだろうけど、歌コンの何者見て、五人のあのワクワク感がなくなってしまってただただ、寂しいんだよ一人ごと私も、今日の歌コンは見れてないよというか、二人になってからラストマン米印長瀬が出演中の、 TBS ドラマ一回分以外正直全く見れてないな。全部自分の好きなキンプリちゃんの形のまま綺麗にしまってます。みんなには申し訳ない。そんな声が SNS に多数寄せられている。四角二人体制で連会の兄弟感がマシマシに、前での女性編集者は話す。 ただ、やはり何者のパフォーマンスは素晴らしかったし、二人体制になったことで新たな魅力も出つつあるんです。そういう意味では、今回の、歌コン、では今後の希望を感じさせるものでした。特に、二人になったことで、長瀬さんのお兄ちゃんっぽさがかなりで目立つようになりましたね。 長瀬と高橋は同じ1999年生まれだが、長瀬が1月23日生まれで、高橋が4月3日生まれ。およそ2ヶ月半ばだが、長瀬の方が年上である。家族構成も長瀬さんは5歳下の弟がいる一方で高橋さんは姉はいますが、年下の兄弟がいません。そうした家庭環境も影響しているのでしょうね。 長瀬さんと高橋さんはちょっとからかうところはあるけど弟の面倒をしっかりと見てくれるお兄ちゃんと若干ナイーブだけど兄に対しては結構遠慮がない弟という雰囲気が色濃く出始めています。現状、長瀬さんの肩がマックがうまいので高橋さんのトークを裏回しすることが多いのもそう感じさせる理由かもしれません。全能。 歌コンのトークでもそれが如実に出ていた。司会の谷原翔介、5 2何者、はどんな曲と聞かれた高橋がいい曲ですとだけ話して人笑い起きている最中に長瀬がもうちょい紹介しなきゃ。と、フォロー。また、何者、の歌詞と振り付けを高橋が、ゆくゆくは、ファンの、みんな一緒に歌ったり踊ったり、将来的にはしてくれたのよいなと思ってます。 と説明した際は、将来的にはというワードチョイスに長瀬がケラケラと笑う姿もあった。近く最年少二人が、俺が最年長になるわけで、と覚悟していた長瀬、そして最後は、かじたじになってしまった高橋の左膝をポンポン叩いて行ってきます。すみません、ほんと、と言いながら、長瀬は高橋をステージに連れ出したのだ。 こうした二人の関係性がよくわかる場面はファンの間でも好評で。二人になってポワポワ感が増した連会ってたった2ヶ月ちょい早く生まれただけなのに兄の気でいる角と角のこと特別お兄ちゃんとも思ってなさそうな雨が愛すべきポイントの一つだと思うんだけどここ、最近別の歌番組でもやっぱ角がお兄ちゃんなんだ。って思う瞬間が多くてニヤニヤしてる。 弟二人になったら門くんがしっかりお兄ちゃんするところが、兄弟の成長を見ているようでエモすぎて泣いた。といった声が SNS に多く寄せられている。三人の脱退が発覚した当時、長瀬は2022年11月10日放送のラジオ、長瀬門のレディオガーデン文化放送で、こう話していた。 二人でキー・エヌ・ジー・アンスとして活動していくという気持ちは怖いし、不安やし。最年少二人が、俺が最年長になるわけで、年上三人組に、すごい助けられていた部分もあったから、5月23日からグループの最年長になった長瀬、弟高橋海人と共に、新近プリを盛り上げてくれるはずだ。近くしっかり漫才やん。 高橋海とかける角ほのぼのトークにオードリーネタぶっ込み。オードリーのカスが年明特有の胸を張った立ち方や、へつ。大長瀬が披露すると高橋はやんわり、注意。しかし、最後は高橋が、デュース。を叫んでボケツっ込みが逆転するという内容だ。